世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんはギネス記録やアメリカの CIA サイトで日本が現存する世界最古の王家として記録されていることをご存知でしょうか。つまり天皇家が世界で一番続いている皇族ということになります。これを聞くと鳥肌が立つ感覚があるのはおそらく私だけではないと思います。今回は日本が現存する世界最古の国である事実を海外の反応とともに見ていきましょう。私、センチュのナレーションでお送りしていきます。どうぞ最後までお楽しみくださいね。現在世界には190以上の国があり、これまでの歴史上数々の王朝が生まれては消えていきました。中でもギリシャやエジプトは大きな文明が紀元前の頃から発展し、その文明は現在でも存在しています。しかしこの両国はかつてローマやペルシアといった外敵の侵略により国家としては一度途絶えました。そんな中、紀元前660年に神武天皇によって建国され、その後一度も王朝が滅びることなく続いている世界最古の国、それが私たちの国日本なのです。メディアでは中国4000年の歴史というフレーズがよく使われていますよね。その影響もあって日本より中国の歴史の方が長いと思っている方が多くいらっしゃるかもしれません。しかし中国は異民族が次々と入っては戦争し、王朝が何度も変わった歴史を持っています。つまり300年以上の間持ちこたえた王朝というのは未だ存在しないのです。1911年の辛亥革命が起きて、清朝最後の皇帝である溥儀が退位してから中国に王朝はなくなりました。その後中国は1949年10月に建国。また世界最大の経済規模を持つアメリカは1776年7月に独立宣言をして建国されたため、まだまだ若い国だと言えます。歴史的には大国であるイギリスも1066年にノルマン人がイングランドを征服して建国されたため、現在は955歳です。驚くことにこれでもまだ日本の半分以下の歴史の長さに過ぎません。さてここからは日本が現存する世界最古の国であると知った海外の人たちの反応を見ていきましょう。海外の反応。少なくとも歴史の教科書にはそう書いてある。他の帝国とは違い、日本は当初からその姿を変えずに今も残っていると。年表を見ると朝鮮の方が古いように見えるけど。いやいや、朝鮮は1世紀くらいから始まってるわ。だから日本の方が全然早いのよ。日本の天皇家の血族は2500年以上昔から続いてるってこと。それこそが日本が一番古い歴史を持っている国家である証明だね。日本は現代まで続く世界最古の皇室なんだ。今でも皇帝で帝国なのがすごいよね。天皇は明治維新の前でも王の中の王だったからね。戦後でさえ皇族の地位は変わらなかったんだよ。びっくりだよね。私が言うのも変だけど、天皇のいない日本なんて日本じゃないと思うわ。エジプトは何度も滅んでいるし、文明としては日本が最古かもしれないね。日本では古くからの伝統が現代でも生き続けている。俺はその事実が大好きなんだよ。日本は本当に美しい国だと思う。何回京都に行ったかわからないよ。俺の国の大統領が日本の皇帝のようなお人柄だったらよかったのにな。日本の皇族は素晴らしい人たちで思いやりがあるからね。俺は日本に3年間住んでたよ。天皇は日本人にとってとても神聖な存在なんだ。メキシコもいつか日本みたいな国になれるといいな。上皇后様の佇まいって信じられないくらいにエレガントで神々しいの。荘厳さと美しさを同時に備えた稀有なお方だよね。以上が海外の人々の反応です。日本には長い歴史に対する称賛の声や、皇室の方々の高貴さに対する声も寄せられていましたね。それでは日本国の成り立ちをもう少し詳しく見ていきましょう。日本国は紀元前660年、菅山と岩礼彦の命という人物が大和の地に国を作ったことが始まりとされています。この菅山と岩礼彦の命が後の神武天皇になるのです。日本最古の歴史書である日本書紀には
神武天皇を初代とする一つの皇統が一貫して日本列島を統治し続けてきたと記されています。神武天皇が即位した年から数えると少なくとも2500年以上の歴史があるということになりますね。神武天皇以来、これまで125代の天皇がいらっしゃいました。そして金城天皇陛下は第126代目の天皇陛下でおられます。有名なイギリス王室のエリザベス2世が42代目だということを考えると、いかにその歴史が長いかがわかりますよね。実を言うと1947年まではエチオピアが世界最古の国でした。エチオピア帝国の皇統はソロモン王朝として紀元前10世紀から3000年間続いた皇室であり、世界最大の皇帝とされていたのです。しかし1947年に革命が起きたことで、かつてのエチオピア帝国は滅び、エチオピア共和国となりました。もしも革命が起きていなければ、エチオピアが世界最古の君主制国家だったのです。ちなみに日本には、この日に建国したという明確な建国日はありません。そこで、神武天皇の即位日を現在の暦に換算し、2月11日が建国の日と決められたそうです。日本までとは言わなくても、世界最古の歴史を持つものは存在します。一つ例を挙げると、現存する世界最古の共和国であるサンマリノという国です。サンマリノはイタリア半島の中東部に位置しています。大きさは八丈島くらいの島国なので、小さすぎたことから王朝ができなかった国なんだそうです。301年9月3日はサンマリノが作られたいわゆる建国の日とされています。それでは次に、日本にある世界最古のものを見ていきましょう。578年に創業した株式会社金剛組は、実は世界最古の会社なんです。驚くべきことに、2005年まで一族の方が経営されていたそう。その期間はなんと1400年超。かつて聖徳太子の命を受けて、海の彼方にある百済の国から3人の宮大工が日本に招かれました。このうちの一人が、金剛組の初代である金剛重光さんです。宮大工たちは世界最古の木造建築である法隆寺の建立に携わりました。聖徳宗の総本山である法隆寺には金堂や五重塔といった世界最古の木造建築物が今も立ち並んでいます。他にも日本には旅館や印刷物、漆器、なんとあのメリーゴーランドまで世界で初めて作られたものが多く存在しているんですよ。世界最古の印刷物とは、奈良時代の770年に印刷された100万頭だらにというものです。これは女帝であった聖徳天皇が藤原の仲麻呂の乱を平定した際に、死者への供養と平和祈願のために作られました。現在、100万頭だらには法隆寺にある大宝蔵院で展示されているほか、東京の印刷博物館でも見ることができますよ。また、世界最古級といえるメリーゴーランドは、惜しまれながら2020年8月に閉園した東京都の遊園地、豊島園にありました。現存する日本最古の遊戯機械であり、世界的に見ても最古級のメリーゴーランドとされています。このメリーゴーランドは、カルーセルエルドラドと呼ばれ、1907年にドイツの機械技師であるヒューゴ・ハッセによって製造されたものです。彼はヨーロッパ各地を巡った後、アメリカのニューヨークの遊園地に渡りましたが、その遊園地の閉園後は倉庫に保管されていました。その後の1969年にカルーセルエルドラドを豊島園が1億円で購入し、ボロボロの状態であったものを約2年がかりで修復したのでした。豊島園で運転を始めたのは1971年の4月。その後49年にわたって多くの人々に愛されてきました。豊島園閉園後のカルーセルエルドラドはぜひ残してほしいという声が多数寄せられているそうです。それらの声に対して株式会社豊島園の代表取締役が次のように話していました。110年を超えて大変老朽化しております。これを機に一回解体をしてしっかりメンテナンスを施して、いつかどこかで皆様の前に綺麗になったエルドラドをお見せしたいと思っております。彼の言葉通り、いつかまた会える日が来るといいですね。さて話は変わり、日本という名前が付けられた正確な年についてです。
これは諸説あって今のところは不明ですが、注目すべきなのは他の国が何度も名前を変えてきた中で日本だけがずっと日本という呼称である点なんです。当たり前のように思うこの事実ですが、道のりは決して簡単なものではありません。これはその時代を生きた我々の祖先たちが国を守る努力を怠らなかった結果であり、実は非常にすごいことなんです。これからも祖先の思いを紡ぎながら、現代の私たちも自分たちの国日本を誇りに思っていきたいものですね。いかがでしたでしょうか。今回のお話こそまさに世界のジャパンでしたね。誇らしい日本の中で皆さんが一番好きな日本の景色はどこでしょうか。私は紅葉の季節に寺院巡りをし、赤や黄色に染まった美しい庭を眺めるのが大好きです。皆さんもぜひコメント欄で教えてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。